セルロイド工業所は創業約100年を迎えるセルロイドフレーム専業メーカーのパイオニアです。国内でセルロイドフレームを一から全て作れるところは非常に少なくて、我々従業員がですね約49名、磨きに携わっている従業員が約10名になります。この磨きを極めるためにはやはり最低5年から10年ぐらいの訓練が必要です。このセルロイド製のメガネなんですけども、一般的に売られているそのプラスチックメガネはアセテートっていう素材なんですけど、このセルロイドっていう素材はアセテートよりも耐久性が強くて、磨くとですねより深い味わいを持つような素材となっております。実際にこのメガネがどうやってできるかっていうのがほとんどの方が生産ラインで、ガチャンガチャンとメガネが出来上がってくるっていうようなイメージを持たれる方が多いんですけども、セルロイドあるいはアセテートの板状のものから糸のこでこう削っていって形にしていくということが実際の作り方です。